はい、皆さんこんにちは、グッチフィルムです。本日もご視聴ありがとうございます。でさて今回はですね、自分が普段から愛用しているソニーの α7S3 とそれからシネマラインである FX3、この2機種ってどう違うんですかとか、購入考えてるんですけどもどっちを買えばいいですかといった声をいただいたので、この2機種について、自分が今まで使ってみて感じたその違いとですね、それから購入にあたってのポイントみたいなところをお話しできたらなというふうに思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでこの2機種、見た目は違いはだいぶあるんですけども、中身はほとんど一緒です。ただ、それだと今回の動画が成立しないので、今まで使ってみて感じたことを、一言で言うと、α7S3 は写真も撮れる動画機で、それから FX3 は初心者でも扱いやすいシネマカメラといった印象だと思います。というのも α7S3 はソニーの α シリーズの中でも高感度機にあたる S シリーズというもので、今では2400万画素以上が当たり前な画素数を、あえて1200万画素に抑えることによって、高感度低ノイズっていうだけじゃなく高いダイナミックレンジを実現させたというようなカメラです。で、422/10bit 記録や 4K120p での動画撮影、または16bit ローの外部出力も可能で、完全に動画撮影にステータスを振り切ったというようなカメラで、これを使ったことのあるほとんどの人はそんな印象を受けるんじゃないでしょうか。で、一方で FX3 は α7S3 の機能の他に DCI4K 規格への対応やアナモルフィックレンズのデスクイズ表示といったシネマカメラに必要な機能も備えている上、ソニーカメラの長所である抜群のオートフォーカス性能や手ブレ補正もついているということで、このような表現をしてみました。はい、で、DCI4K 規格やデスクイーズ表示機能の詳細についてもっと知りたいって方はこちらの動画を見ていただければなというふうに思います。はい、それではもう少し詳細にこの2機種の違いについてお話ししていきたいというふうに思います。まずは価格からですが、ソニーの公式ホームページで α7S3 が約45万円で、 FX3 の方が約5万円ほど高くて約50万円というふうになってます。それから基本スペックなんですけども、この辺もソニーのホームページでも見れますし、多くの説明動画も YouTube なんかに上がっているので、特に詳細な説明は省略したいと思いますが、両者とも有効画素数1210万画素と最近のカメラとしては低画素なんですけども、特筆すべきは15プラスストップのダイナミックレンジであったり、常用 ISO 感度が最大で102400、それから422/10bit 4K120p での動画撮影と、もう動画機としてのスペックはもう現在でも最強クラスかなといったような内容です。外観で特徴的なのは α7S3 には電子ビューファインダーがあるっていうところですね。それとダイヤル類が多いので、この辺が冒頭で写真も撮れると表現した理由になります。もちろん FX3 でも写真は撮れるんですけども、使い勝手はというと、決していいとは言えないと思います。で、 FX3 の特徴はやはりこの XLR 音声入力端子付きのトップハンドルと、この冷却ファンが付いているというところかなというふうに思います。で、 XLR 入力端子があることでマイクもより本格的なものを使えます。で、自分も FX3 を使うときはこのゼンハイザーの MKE600 を XLR 入力で接続して録音するということが多いです。それから冷却ファンがあることによって長回しするときも安心できます。どのくらい効果があるか試してみたいと思います。今日は9月の24日
下で、少し涼しくなってきてはいますが、昼間の部屋はエアコンをつけてないと28度ぐらいですね。で設定は 422.10bit4K120p で、シャッタースピード125分の1、 F 値は 4.0 で合わせたいと思います。あまり関係ないと思うんですけども、ホワイトバランスや ISO なんかも同じ設定で、自動電源オフは高いに設定して、この状態でレックして比べてみたいと思います。でついでにバッテリー持ちも検証できたらと思うので、両方 100% 充電のバッテリーを入れてレックしていきます。はい、それではレックスタート。で、カメラ背面の温度なんですけども、 α7S3 の方はかなり熱くなってます。で FX3 も熱いんですけども、α7S3 ほどではないかなといったような、そんな感じです。はい、とりあえず30分経過しました。さすがに室内だと熱暴走で停止するっていうことはなかったんですけども、背面を触ってみると明らかに α7S3 の方が熱かったですね。冷却ファンの効果が出てるのかなっていうふうに思いました。これが日中外での撮影だと熱停止もありえるかなというふうに思います。ちなみにバッテリーは α7S3 が残量 65% に対して FX3 は残量 60% と、やはり FX3 の方がバッテリーの消費が激しいというような結果になりました。はい、で、自分も使っていて、やっぱ FX3 の方がバッテリーの消費は激しいかなというような印象を受けていたので、思ってた通りの結果が出たかなというふうに思います。ただですね、もう少し差が出るかなと思ったんですけども、思ったほどでもなかったかなというような、そんな感じを受けました。次に UI について比べていきたいと思います。両方とも α7S3 以降の新画像処理エンジン BeyondXR を搭載して最新のソニーの UI を使用しているんですけども、 FX3 には上から2つ目にメインメニューっていうのがあって、ここで設定を一覧できるだけでなくって、タッチして設定変更なんかもできます。ただよく使うものはほぼカスタムキーで設定していたりするので、そこまで頻繁に使うかと言われれば使わないかもしれないんですけども、自分の場合シネ EI の切り替えだったりとか、ラットの変更といったカスタムキーを設定していない機能で、たまに使うものを、メニュー画面から探すのが大変なので、これがあると便利だなっていうふうに思うこともあります。で次に、これはまだ FX3 にしかない機能なんですが、ブリージング補正機能が追加されています。でなぜ α7S3 には追加されないかっていうのが不思議なんですけども、ここは FX3 にしかついてない機能です。最近の新しいレンズを使えば、そこまでフォーカスブリージングが起こるっていうことはないんですけども、少し古いレンズだと結構ブリージングが出たりするので、この辺は早くアップデートしてほしいなというふうに思います。あと FX3 だけにシネ EI っていう撮影モードがあります。これは簡単に説明すると、ダイナミックレンジが最も広いベース ISO800 または12800で撮影するっていう方法で、詳しくはこちらの動画で紹介してますので、よければご覧ください。で自分も FX3 で撮影するときは、今はだいたいシネ EI で撮影していますが、この辺は好みかなっていうふうに思います。それから最近バージョン 4.0 がアップデートされました。で、このアップデートによってスマホアプリのモニター&コントロールっていうものに対応しています。で、これはスマホやタブレットを外部モニターとして使うことができる機能で、映像伝送っていうと、数万円の機材を購入しなければいけないっていうのを、簡易的にすることができます。しかしながら、転送速度など機能的にはそこまで優秀っていうものではないので、あくまで離れたところで、簡易的にモニタリングしたり、簡易的に操作するといった、その程度のものかなというふうに思います。
はい、ということで、まあ、細かいところまで触れていくともっと違いはあると思うんですけども、まあ、大きく違うのはざっとそういったところです。まあ、今のところ動画を撮るという面ではどちらも素晴らしい最高のカメラかなというふうに思います。で、参考までに、まあ、自分の使い方としてはどっちがメインカメラでどっちがサブカメラみたいな使い分けはなくって、まあ、FX3 は基本的にはリグを組んでそれに、まあ、モニターであるとかマイクをつけて運用しているっていうようなやり方が多いです。なので急に、まあ、ジンバルに乗せて運用したいみたいになった時に、まあ、それをいちいち外して乗せるとなると大変なので、まあ、そういった場合に α7S3 をジンバルに乗せて運用すると、そういった使い方をすることが多いです。で、気軽に1台だけ持って旅行行くっていうような場合は、まあ、バッテリー持ちもいいですし、α7S3 を持っていくっていうことが多いですね。で、どちらも基本的に Slog3 で撮るので編集時の色の調整も楽ですし、まあ、贅沢な使い方なのかもしれませんが、まあ、今のところこのシステムで大満足しています。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、まとめると、どちらも動画をメインに考えている人のカメラだとは思うんですけども、そんな中でも写真も撮りたいっていう方は間違いなく、まあ、α7S3 を選んだ方がいいかなというふうに思います。で、写真はもう撮らないだとか、まあ、写真は別のカメラで撮るんでいいよっていう方は、そうですね、まあ、例えば、まあ、長回しをすることが多いであるとか、あとアナモルフィックレンズであるとかシネマレンズなどを使って本格的なシネマティックな映像を作りたいといったような方とか、あと、まあ、音質にもこだわっていきたいといった方は、やっぱりこの5万円の価格差を払ってでもやっぱりこの辺の機能が必要だというのであれば、やっぱり FX3 を選んだ方がいいかなというふうに思います。一方で、まあ、そうでなければ、まあ、バッテリー持ちもいいので、まあ、α7S3 をお勧めしたいかなというふうに思います。ただですね、まあ、α7S3 の方はフォーカスフリージングの問題が残っているので、で、この辺が、まあ、FX3 もバージョンのアップデートで解消されたものなので、まあ、α7S3 についてもアップデートをソニーさんどうかよろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか。発売からもうすぐ3年が経過しようとしているようなカメラなんですけども、まあ、自分的には今のところ、まあ、この2機種以上の動画機は出ていないかなっていうふうに思いますし、まあ、そういう意味ではどちらを買おうか迷っているっていう方も多いのではないでしょうか。でも、なかなか簡単に手が出せるような価格でもないので、まあ、この動画が購入の少しでもお役に立てれば幸いかなというふうに思います。はい、ということで今回の動画はここまでです。評価、それからコメントなんかもいただけると嬉しいです。またチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。